3題で入試問題へ。こちらの動画はたった3題解くだけで入試レベルの問題までたどり着いてしまおうというテーマの動画になります。二次方程式編です。題問の3番入試問題になります。渦の直方体で点 F を辺 AB 上に、点 G を辺 BE 上に取り、 AF イコール EG イコール XCm とする。三角錐 GFBC の体積が2立方センチメートルになるときの X の値を求めよという問題になります。 X の値を求めよと言われた場合には、まず X の方程式を作ることを考えていきます。今回は三角錐 GFBC の体積が2立方センチメートルとあるので、この部分から三角錐 GFBC の体積イコール2という形で方程式を作っていくことを考えていきます。続けて三角錐の体積を実際に求めていってみましょう。対象となる三角錐はこちらの赤い部分になりますので、体積を求めるのに必要な辺の情報を拾っていきます。まず BC に関しては 4cm と与えられているので、ここは4とすぐに分かります。続けて FB に関してですが、 FB は AB の長さが5、 AF の長さが X とあるので、5から X を引いてあげた 5-X という形で FB の長さを書いてあげることができます。続けて GB の長さ、こちらを考えていきましょう。GB の長さは CD の長さが3であると、こちらに着目することによって 3-X と書いてあげることができます。 GB の長さは 3-X と。以上で三角錐の体積を求めるのに必要な辺の情報が集まりました。では実際に体積を求めていってみましょう。三角錐の体積を求めるときには、底面積×高さ×3分の1、こちらで出すことができます。特に錐と名前がついていた場合には、必ず後ろ×3分の1をすることを忘れないようにしてください。三角錐はもちろん四角錐、円錐であっても錐とあれば3分の1を掛け算します。今回の三角錐に関しては底面が BCF、三角形 BCF だと底面を見てあげることによって、三角形の面積公式で 5-X×4×1/2 を底面積、さらに GB を高さ、 3-X を掛け算、最後に3分の1、三角錐、錐なので3分の1を掛け算することによって体積を出すことができ、これが2ですという形で方程式を立ててあげます。以下この方程式を解くことを考えていきましょう。まずは4/2/3/1に注目してあげて、こちらを計算すると3分の2となりますので、3分の2倍のこれこれという形でまずは簡単に整えてあげます。続けて方程式に分数があった場合、基本的には分数のまま計算してしまうと計算ミスが多くなってしまうので、分数は解消するようにしていきます。3分のとあるので両辺3倍することによって分数を解消してあげます。今回はさらに2で両辺約分することができ、 5-X×3-X=3 と簡単にすることができます。左辺を展開して右辺にある3を移項することによって x^2-8x+12=0、こちらまで簡単にすることができました。この二次方程式を解いていきましょう。大問の1番、大問の2番を通じて二次方程式を解けと言われた場合、どう考えていくかと、いけばよいかということを勉強しました。二次方程式を解けと言われたら、まずは因数分解できないかどうかを試みます。ダメであれば解の公式を使う形になります。今回はめでたく因数分解することができますので、 x=2、6、こちらが答えとなります。はい、で2、6を答えとしてしまうと今回誤答となります。誤答の理由は6にあります。
実際の図形上で2、6が取れるかどうかを考えてみましょう。X は AF や GE の長さ、こちらになりますので、X が取れる範囲というのは、図形から0から3までだということが読み取れます。つまり6という値は X の取れる範囲にないので、解としては不適という形になります。このことを解答用紙に書くと、0から3までしか X は取れないので、 X の答えは2だけですよという形で書いてあげます。図形問題を解いた場合には必ず出てきた答えがその図形上で矛盾がない値かどうかを確認するようにしてください。この癖をつけておけば、今回のように2、6が答えと出してしまった後、6が答えとしておかしいということが気づけて、こちら表示してある回答のように修正することができますので、図形問題は必ず答えが出たらその値が図形上で問題がないかどうかを考えるようにしてみてください。二次方程式編はどうだったでしょうか。また次のテーマでお会いしましょう。ごきげんよう。